ヌサルグ・モアサックは、フランス、オーベルニュロー・ヌアルプ地ー圏・県、カンタル県の旧コミューン。2016年12月1日、セル、シャリナルグ、シャバニャック、サンタナスタジートが合併し、コミューン・ヌーベルである、ヌサルグ・アンピナテルとなった。ラバルガン、ヌサルグ・エキオック後、オーベルニュ方言での綴りヌーサーグは、ニューサーガの綴りを標準化したものである。モアサックはもう一差である。 セザリエ山地のふもとにある小さな村である。村の近くには450万年前に生じた巨岩、ラバル岩がそそり立つ。アンシャンレジーム時代、教区はモワサックと呼ばれていた。なぜならば、804年にモワサック修道院から与えられた土地に小修道院が建てられていたからである。1047年にモワサック修道院長となったのは、デュランド・ドブルドンで、 同時代にクリュニー修道院の院長を務めたのはオディロンド・メルクールであった。モアサック教区よりも標高が高い、旧図の崖を見下ろすところに中石器時代、新石器時代の人の隠れ家があり、非常に古くから人が定住していた。モアサックの村はガロローマ時代の最古の世紀から人の交流が活発だった。メロビング町時代のサルコファガスが幾層も重なる埋葬塚が、 20世紀初頭に発掘された。それは、バロック様式の墓地の十字架に印が残された、古い頃の十分の一税の一つであった。1901年まで、コミューンはターンに、ヌサルグと呼ばれていた。ヌサルグ駅は長い間、ベジへ向かう路線、クレルモンフェランを経由して、オーリアックへ向かう路線など、重要な鉄道ジャンクションである。しかし供給劇に利用が減少している。 村の現在の主要産業は、木炭製造、そしてプラスチック製カバンの製造、ラバル石近くにある採石場、チーズの工房、工営の土殺場である。参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。